早速入っていきたいと思います。ニューテーマ、すげえ。繁栄バーガーっていうらしくて、ベトナムオリジナルらしい。あ、辛っ。全然それをリングになってる、これ初めて見たわ。味違う、すげえよ。めっちゃでかい。すぐ近くにセブンイレブンがあるんで、めっちゃね、うまいアイスいっぱいあるんだよね。わ、雪見大福もあるわ。なんかこんな感じでサイズがなんかビール飲みてえな。127円、こっちは安いわ。あ、札幌もでもスイーツも売ってるの。サンドイッチちっちゃ。お弁当はあんまりだね。美味しそうじゃないな。水はスーパーと一緒ぐらいかな。モンスター3万。どうも誠です。今日はね、ここベトナムのホーチミンに来てます。これ後ろすごいよね、めっちゃ高層ビルで。なんかね、ここに日本食とかもあったり、なんかセブンイレブンとかもあって、日本で馴染みのあるお店がたくさんあるんだけど、今日はね、タイトルサムネにもあるようにマクドナルドっていうことで、アメリカ横断旅でもフィリピン旅でも、マクドナルド行ってて、この間行ったカンボジアにはマクドナルドなくて、ロッテリアの動画出してるんだけど、ベトナムにはマクドナルドがあるっていうことで、縦断旅していく中で、田舎の方とかだと多分マクドナルドないと思うんで、栄えてるホーチミンにいるうちにマック動画撮りたいなということで、今日の夕飯はマックにします。で、結構ベトナムオリジナルの商品があるっぽいんで、気になる商品あったらね、いろいろと頼んでみたいと思います。ということで、ベトナムホーチミンのマクドナルド行ってみよう。ビエトナム。さあ、ということで髪を切り終えて、また宿に戻ってね、シャンプーして洗い流して、これからちょっと徒歩20分ぐらいなんだけど、今日の夕飯をマックにしようと思って、こっから歩いて20分かけてマクドナルドに向かいたいと思います。すごいよ、こういうね、超ローカルなところを歩いて、まあ、結構ねカンボジアに作りが似てるけど、はいこういう鶏がいるところとか、電線がぐっちゃぐちゃなところとか、やっぱ同じ東南アジアだから似てるよ。大通りに出てきた。 Google マップを見ながらね、マックを目指したいと思います。こんな感じでやっぱりタワマンがあって、フィリピン、カンボジア、ベトナムって来たけど、経済成長めっちゃしてるなって感じ。ちょっと道外れるとっていうか、向こうの方から来たんだけど、あっちの方はマジでザ・東南アジアみたいなガヤガヤした街並みなんだけど、ちょっとこっち来ると綺麗なコンビニがあったり、韓国系の銀行だったり、セブンイレブンもあるし、こんな感じでセブンイレブンとかスターバックスとかジャパニーズレストランとか居酒屋とかがいろいろ入ってるビルで、でこっち行くとマクドナルドがあるんで、早速入っていきたいと思います。ニューテーマ。やっぱタッチパネルだね。あ、裏にもあるのか。3台しかないね。さあ早速注文していきたいと思います。ベトナムかイングリッシュか。イートイン。すげえ、メニュー全然違うわ。ループスフライとかめっちゃうまそうじゃん。これもいいね。ビーフベーコン照り焼きバーガー、マックスパイシー照り焼きバーガーウィズドリンク。これうまそうだね。ビーフベーコン照り焼きバーガースパイシー、スパイシーにしよう。全然わかんない。ベーコン、ベーコンはいいか。39と43、これでいいか。普通のバーガーも見てみたい。ビーフ、ビッグマックとかマックロイヤルデラックス、これにしてみようかな。セットと単品で、ドリンクはシェイクがいいんだよな。
シェイクないのかな。ないんだ。ファンタスプライト、ファンタにするか。スパイシー照り焼き、フライドポテト、マックバーガー、ファンタ。オッケー。これか。Would you like to use table service? Table service。12番。12番。レシート出てこないんだけど。え？レシート出てこねえと思ったらなんか紙が詰まってたわ。ありえないでしょ。相変わらずタッチパネル慣れないけど店内で待ちたいと思います。来ました。めっちゃいい匂い。このポテトがマジで珍しいよね。そしてベトナムマックにはこんな感じでなんかソースを入れれるところがあって、多分これ白いからマヨとグリルチキン、チリ、これがケチャップか。こんな感じでソースが自分で取ってこれるっていうね。で、真ん中の2つのグリルチキンって書いてあったやつはフライドチキンがマクドナルドの中にあるらしくて、それにつけるやつらしい。ドリンクはファンタにしました。あ、氷なしっていうの忘れたな。いただきます。すげえ。これがなんかね、繁栄バーガーっていうらしくて、なんかベトナムオリジナルらしい。めっちゃ照り焼きソースと分厚い、あ、でもチキンなんだこれ。チキンに照り焼きソースかかってトマトとレタスっていう感じだね。なんだろう、日本でいうとこの限定メニューみたいな感じなのかな。いただきます。うん、うまっ。うん、あ、辛っ辛っ。めちゃめちゃ辛いチキンに、あ、すっげー辛いこれ。めちゃめちゃ辛いチキンに甘い照り焼きソースがついてるんだけど、全然それを通り越すぐらい辛い。すっげー辛い。これスパイシーチキン選んだっけ。これうまそうだな。ビーフベーコン照り焼きバーガー、スパイシー、スパイシーにしよう。スパイシーにしよう。辛っ。でもこれは日本にはないわ。こんな感じで赤いチキン、もう見るからに辛いチキン。でも肉分厚いし美味しいね。うん、うまっ。辛っ。めちゃくちゃ痛いぐらい辛い。こんな辛いと思わなかった。すげえな。もう一個の方やばいね。肉でかっ。バンズからはみ出るほどのお肉。こっちから食べればよかったな。口が辛すぎる。いただきます。うん、うまっ。味はベーシックなチーズバーガーだけど、お肉とか分厚いしでかいし、ほんとプレミアムワンランク上のハンバーガーって感じ。普通のなんかノーマルハンバーガーの味が好きだから、それのなんか量が多いバージョンが食えるって感じで、めっちゃいいね。トマト入ってるし、ピクルスもでっかめに入ってて、ビッグマックみたいに縦には大きくないけど、この丸が大きいって感じ。幸せ。最後の一切れ最高です。そしてリングになってるポテト、これ初めて見たわ。味違う。普通のフライドポテトじゃないわ。コンソメのポテトチップスみたいな味するわ。フライデーズとかそういうアメリカンなレストランにありそうなポテト。マックっぽくないね。マヨをつけていただきます。うん、間違いない。ん、これマヨか。甘みのある感じする。ケチャップが一番合うな。
これは日本と違うから面白いね。味も違うし、こうやっていろんな国でマクドナルドを食べてみるのもやっぱ面白いね。国によって全然違うから。しかもハンバーガーもフィリピンと違ってパサパサでもなかったし、普通に美味しかった。まあフィリピンも多分店舗にもよるんだろうけど、全部美味しかった。リングすげえよ、めっちゃでかい。なんか食べ応えある。完食しました。めっちゃうまかった。ごちそうさまでした。はい、ということでマック食べてきました。アイスでも買いにセブンイレブンに行きたいと思います。すぐ近くにセブンイレブンがあるんで、デザートを探したいと思います。めっちゃねうまいアイスいっぱいあるんだよね。あ、雪見大福もあるわ。あービール飲みてえな。でもやっぱちょっとコンビニ価格になってるかもしれない。21,000ドン、127円、ちょっと高いね。でもこのブレイブビアベト、こっちは安いわ。これが97円、ハイネケンが27,000、ハイネケンが164円、この辺が160円とか70円で、この辺が100円しないぐらいか。この小さいやつ、あ、札幌もでもあれだね、160円、安いじゃん。全然安いじゃん。でもこれ多分量変わんないよね。細長い缶だから330。あ、これも330、量同じだ。へえ。いや、ビール飲みたいけどね。あとはヤクルト系だったりジュースとか、セブンのスイーツも売ってるね。サンドイッチちっちゃ、25,000ドン。お弁当はあんまりだね。美味しそうじゃないや、見た目。35,000ドン。水は13,000ドンか。水はスーパーと一緒ぐらいかな。モンスター30,000ドン。カンボジアにも売ってたやつ14,000ドンだから同じぐらいだね。いやー、ビール飲んじゃうか、アイスを我慢してビールを飲むか。アイスもでもなんか7,80円ぐらいのやつなんだけど、結構ちっちゃかったりするんで、なんかこんな感じでサイズがなんかファミリーパックの1本ぐらいなサイズなんだよね。それで7,80円とかだから、ベトナムにしては高いって感じ。いや、アイスにしとこう。ここはお酒は体に良くないんで、まあ、砂糖も良くないけど。ゴリゴリくんおる。ゴリゴリくん、ゴリゴリくんはいくらや。値段書いてないな。雪見大福が37,000ドン、高いね。ハーゲンダッツ高、88,000ドン。輸入してる系は高いのか。こういうの好きだったな。普通のバニラが欲しいけど。38,000ドンか、まあまあするな。無難にメロンのアイスにしとこうかな。いくらか書いてねえんだよな、これ。これにします。メロン暗いな。メロンのアイス24,000ドン。うん、美味しい。定番のメロンアイスの味。ちょうど照明があったからここでエンディング撮ります。はい、ということでメロンアイスを買ってベトナムのマック堪能できました。まあ、これからね、南から北に向けてね、ベトナム縦断旅始めていくんで、ぜひね、チャンネル登録してもらって次の動画のチェックもよろしくお願いします。それから概要欄にインスタグラムそれから概要欄にインスタグラム、TikTok リンク貼ってるんで、 SNS のフォローの方もよろしくお願いします。 SNS のフォローの方もよろしくお願いします。あとメンバーシップ限定動画いっぱい出すんで、メンバーシップの加入の方もご検討お願いします。ということで、また次回の動画で。バイバイ。メロン最高にうまい。今日は移動します。めっちゃ渡るの大変なんだよね、いつも。バスだとほんと数十円で行けちゃうんで、ローカルバス難しそうだけどチャレンジしてみる。なんで全然バス来ないな。疲れたな。乾杯。乾杯。宴みたいになってるけど。そんなすげー。